あんな素晴らしい花火がどうしてなくなってしまったんじゃ。こんにちは、弱心おばあちゃん。花火の盗難の件について少々お聞きしたいのですが。国政様、じきじきにここへいらっしゃるとは。そうかしこまらないでください。状況を説明してもらえませんか。はあ、先日この村へ花火が届くと、村の子供たちは大喜びでそれを囲み、ずっと眺めておった。ただ花火を運んできた者たちはそれを一箇所に置くと、打ち上げ場所を確認するため村を離れてしまっての。確か花火はルージーの家の横、その空き地に置かれたはずじゃ。それから一晩が経ち、気がつくと花火は丸ごと消えておった。担当者は顔を引きつらせながら解決策を考えるため城内へと戻っていったよ。ああ、私たち村にいる者も心配なんじゃ。花火が盗まれたということは、近くに賊がいることを意味する。それに、この村には年寄りと子供しかおらん。今は戦艦軍の警備があるが、それでも皆外に出るのが怖いんじゃ。状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。戦艦軍の見張りがある限り何も問題はありません。旅人、花火が盗まれた場所へ行って調査しましょう。はあ、せっかくのお祭りなのにどうしてこんなことに。盗まれた場所だな。犯人はきっと、警察層は住民が年寄りと子供ばかりで防犯が行き届いていないことに目をつけ、このような露骨な窃盗を行ったんでしょうね。本当に卑劣極まりない。決して許されない行為だわ。まずは近くで手がかりを探して、それから次の行動について考えましょう。足跡、追ってみましょう。足跡がまだ続いているわ。追いましょう。足跡がまだ続いているわ。追いましょう。これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに勇猛な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。あそこで何か起きているみたいね。行ってみましょう。あれ、飛雲商会、まさか。もういい、何も言うな。皆の者、こいつをもっときつく縛っておけ。かしこまりました、坊ちゃま。妖魔の仕業かと思ったが、まさかまた放蕩団だったとは。ゆくあき、ちょーん、なんでここにいるんだ。やあみんな、ここで会うなんて奇遇だね。何かあったのかい。私から先に質問させてちょうだい。これは一体どういう状況。ああ、説明しよう。
毎年怪盗祭には飛雲商会がリーウェイ港の周囲にある村に物資を運ぶんだ。家のしきたりでこれらの物資は家の者が直々に運ぶことになっていてね。去年は兄上、今年は僕が担当している。でもなんで趙雲もいるんだ？趙雲は僕の家に客として来ていて、そのついでに同行するよう僕からお願いしたのさ。そうだったのか。じゃあ趙雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだ？どうやら二人とも故事を知らないようだね。花火はもともと爆竹を放って妖魔を駆除することから始まったのさ。古の時代、リーユエには妖魔が跋扈していた。夏節を迎えると人々は団らんを楽しむ。すると高まった妖の気が妖魔をおびき寄せ、港周辺にまで妖魔が迫ってきた。リーユエ港は帝君の守護を受けていたため城内へは入れなかったが、その周囲に奴らは陣取って通行人を悩ませていたんだ。それを退散させるため人々は爆竹を作った。城門のそばで点火し、火と巨大な音を利用して妖魔を追い払うことに成功したのさ。怪盗祭の時期になると僕は外に出て、はぐれた妖魔が通行人を襲っていないか見て回ってるんだ。ちょうど貨物を運ぶ必要もあったし、どうせ山奥へ行くのなら砲術に長けた友達を同行させた方がいいだろう。行く秋が古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていた。その古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしい。とにかくこの近くに着くと趙雲が待ち伏せに気づいたんだ。調べてみるとやはり砲塔団のものだったよ。状況が不利だと気づくとそそくさと逃げていったけどね。幸いそのうちの一人を捕らえることに成功した。今ちょうどこの者を総務市まで送り届けようとしていたところさ。だがこの者はまだ誤解だと言い続けている。どんな誤解かについては、私が言ったことは全て本当なんです。飛雲商会はとても有名ですし、仲間たちもあなたの紹介だと知っていたら決して手を出していなかった。それに飛雲商会の会長は貧しい人や困っている人を助け、人情深いことで有名です。だからほら、全部誤解なんですって。信じてください。つまり他に狙っていたものがあったと。それは何？いやその、とにかく信じてください。決してこの貨物を狙っていたわけではありません。行く秋坊ちゃま、この賊を総務市まで連れて行くために使用人を何人か借りられないかしら。報酬は総務市が後で補うわ。正義の執行は僕の責務だ。お金を受け取る道理なんてない。皆の者、この賊を総務市まで連れて行け。かしこまりました。我々にお任せください。さあこの者を連れて行くぞ。縄をきつく縛り、指もそれぞれ縛るんだ。姑息な手を使う機会を与えてはならない。待って、使用人の方々、総務市まで伝言を届けてくれないかしら。この賊は警察総の窃盗事件と関係があるかもしれないの。総務市に厳重な取り調べをするよう伝えてちょうだい。なるほど、幽変の指示は皆頭に入れたね。安心してください、坊ちゃま。全て承知いたしました。ではかねてより行く秋坊ちゃまの人助けについては聞いていたわ。ありがとう。今日のこと感謝するわ。大したことではない。どうか気にしないでくれ。みんな、一つ思ったことがあるんだが、もしかしたらこの場所に配置された砲塔団は一体だけではないかもしれない。一体だけではない。おや、趙雲、君も気づいていたのか。先ほどあたりを調べたとき、遠くに足跡がいくつか散らばっていた。道の中央にあったものとは形が違う。もしかすると他のメンバーが待ち伏せをしているのかもしれない。それに
先ほどあの者らを捕まえた時、相手はほとんど武器を持っておらず、人数も少数だった。もし本当に飛雲商会から強奪を試みようとしていたというなら、それはあまりにも恐れ知らずだ。僕が思うに、あの者らは強奪を試みていたのではなく、他の者との合流を待っていたのではないだろうか。どうやら窃盗の共犯者のようね。ここで待ち伏せをしていたのも盗品の運搬を手伝うためだったのかも。それでその盗品とは一体何だい？年寄りや子供に手を出すと卑劣な。人手の件はどうか心配しないでくれ。チョン、人を連れて警察層の応援に行こう。ああ、僕たちに任せてくれ。賊など僕たちの相手ではない。二人とも手を貸してくれて感謝するわ。これで警察層の問題も一つ解決かしら。ただ惜しいのは、追ってきた足跡がここで途切れていて、どこに向かったかわからないことね。あと少しで砲塔団を一網打尽にできたのに。北西。ええ。では、警察層のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。彼らに会えてよかったわ。行く秋の人助けはかっこいいよな。でも花火を盗んだ真犯人は未だ捕まえられていない。私は周りを見てくるわ。旅人、君は警察層に戻って休んでて。ここまでずっと君に頼りっぱなしだったし、後のことは私が自分で何とかするから。北西、一人で手がかりを探しに行く気か？そんなの危ないぞ。あ、そうだ、国政ってリーエ七世だろ。部下とか連れて行けばいいんじゃないか。一人で調査するより安全だと思うぞ。その言い分も理解はできるけれど、今は人手が本当に足りないの。それにこういうことは私一人でも対応できる。警察層に運んだ花火は決して小さいものじゃないわ。だからまだ遠くまで運べていないはずよ。私の考えでは、もし賊たちの頭が回るのなら、人目のつかない場所に盗品を隠して後日また取りに戻るでしょうね。私がすべきことは、彼らが花火を隠した場所を見つけ人を手配すること。それに私は無謀な人間じゃないわ。やぶをつついて蛇を出すようなことはしない。私の性格は君たちも知っているでしょ。そこまで言われたら何も言い返せないな。さあ旅人、パイモン、君たちは休んでおきなさい。私も一段落したら警察層まで君たちを探しに行くから。